近藤長次郎、近藤長次郎慶応2年1月14日は、日本の武士,士、志士。なお、春秋。別名は、上杉総次郎、近藤長次郎、梅花道人。近藤長次郎、屋敷屋と飛行地上下の万獣商人の息子として生まれ、長次郎自身も万獣を売り歩いていたため、はじめは、名字がなく万獣屋長次郎と呼ばれた。幼少期からで、では、 川田シャオロン、江戸では、浅香サイらに学んだ。その才能を、山内陽道にも認められて、文久三年に、名字と手きを許された上で、神戸海軍総連署に入った。岩崎八太郎とは、地域で、土佐を立つ際には、選別として刀をもらっている。同じく、土佐藩出身である、坂本龍馬とは、仲が良く、龍馬と共に、海援隊の前身である。 亀山社中を設立した。また、龍馬の命令で、長州藩に赴き、小銃を売り渡している。この時、長次郎は、長州藩主、毛利高地下から、謝礼の言葉を直々に受けている。そして、長次郎は、帰船、ユニオン号を購入したが、この時に、長州藩とユニオン号の引き渡し条件をめぐって、さかいが起こってしまう。しかし龍馬が仲介したため、 長州藩は、謝礼金を支払ったと言われている。近藤長次郎の墓その後長次郎は、薩摩藩家老の小松清廉が費用を出し英商人、トーマス・ブレイク・グラバーが船の手配をして、イギリスへ留学する予定であったが、亀山社中の社中名約書に違反したとして、仲間たちより追及を受けた後責任を取って、おぞね剣道邸で切腹した。なお、この時切腹を命じたのは、 両馬自身であったという説が一部にあるが、当時両馬は、薩長同盟締結のため京都に赴いていて、長崎には不在であり、長次郎の切腹は、両馬不在中に、社中の大使が決定したことである可能性が高い。去年二十九。両馬の妻であるお竜は後に回顧録、千里誤魔後日誕の中で長次郎の不報を聞いた。両馬が、己がおったら殺しはせぬのじゃったとその死を、 傷んでいたという証言を残している。なお、龍馬本人の手帳には、十数割余って姿勢足らず、上杉趣味を滅ぼすゆえんなりと批判的に記されているとも言われるが、この上杉主が長次郎のことを指しているという証拠はない。葬儀は、社中のものであげた。墓は、明大地墓地内の高島周藩の墓の裏手に、ひっそりと建てられていたが、 現在では大浦を喜びと共に、死子たちを援助した小宗根家の墓地内に移設されている。墓碑には、小曽根亭の離れの屋敷名を取って、媒家小串碁と記されている。筆跡は、龍馬のものとされている。明治31年、聖護位を追贈された。ありがとうございます。